はい。vp ーさん、ありがとうございます。羽生譲る、年末年始の番組をまとめてみました。どうもありがとうございます。えー、12月22日現在、えー、12月23日金曜日、22時からラジオ、松任谷由美のオールナイト日本ゴールド、郵便が会いたい人、羽生譲る、えー、言葉の持つ凄さについて語り合うということですね。12月25日日曜日は21時から TBS、えー サンドウィッチマンのスポーツ年 115H 0号への会見でスケート以外で一番聞かれた質問とは本人予想もというのがあるみたいです。12月28日水曜日16時55分から日テレニュースエブリデイで 年末スペシャル生出演一部地域を除く12月29日木曜日6時から富士テレビスパークスポーツ今年の顔は誰内村恒平さんと豪華賞 SP で対談初実演12月31日土曜日19時20分 NHK 第73回紅白歌合戦審査員として7年ぶりの2度目の出演1月1日,日曜日11時11分111が並びます CS テレビ朝 テレ朝、えー、ハニはにゅズゆスペシャル特番、12時間一挙放送、ファンタジーオンアイスやプロローグ、1月5日木曜日、18時から、後世みやびやかなひととき、えー、第11夜、セカンドシーズンの最終回だそうです。えー、クラシック TV、清塚信也さんとのフィギュアスケートクラシックの深い関係について、1月7日土曜日、14時から、BS 朝日、 羽生結弦る、感動ありがとう。終わりなき挑戦。エイプロ天候時放送の特番ということで、怒涛のね、年末年始でございます。年末年始、羽生結弦る祭り、嬉しい悲鳴、紅白のお知らせが来て、私の大晦日の過ごし方が自動的に決定しました。いつカメラに映るか、見がかなせません。いや、そうですよね。そちらばかり気になっちゃって、ね、紅白歌合戦の方、集中ができるかどうかっていう問題がありますけどもね。うん。 アルキ様よろしくお願いします。ムッピー様、羽生選手の年末年始スケジュールを分かりやすく書いてくださってありがとうございます。本当に急な怒涛のようなテレビ出演、嬉しい悲鳴ですね。特にレジェンド同士の対談が楽しみです。え何時かはいつかはあるではあ,るあろうと思っていたけど、こんなに早く実現をするとは、うん、レジェンド同士ってどんなお話をするんでしょうね。ということなんで、あの、これはちょっと続報をね、気にしていきたいと思っています。 アルキさんも一度ですすま雪は一段落をしたようですが、また今日の夜あたりから怪しい天気で大雪となると言っています、えー。クリスマス寒波ですね。もう雪はいらないですわ。雪を見ただけでうんざりします。いや、そうなっちゃいますね。雪宮の皆さんはそうなっちゃうと思うんですが。まあ、そんな中、次々、えー と羽生選手に関する情報がたくさん入ってきてきなかなか次々と、あ、なかなかですね、あ、嬉しいです。うん、えー。紅白で羽生選手を見れるなんて、今回はどんなことをしてくれるんでしょうか前回の時は確かステージの上で皆さんと花咲くを歌ってくれたと思います。うん。そしてちょっと気になるのが、マスク着用なんのでしょうか そんなことをしたら、羽生選手の、えーしいリリお顔が見えないです、ではないですかと勝手に思っています。さすがにマスク着用はないかなということあ、これはどうなんでしょうかね。あの、紅白の時の審査員の時ですよね。うん あのー、この時はマスクをする、歌う時はマスクは外す可能性あるのかなと思うんですけどもね、うん羽生くんばかり、でもこれは僕、気になるのは、あの実際に紅白に羽生ファンの方、行きますかね、それちょっと僕、気にしています。うん えー、ルコピアクラさんありがとうございます。カブさんこんにちは。年末もゆずくん祭りだ。あれこれ忙しいです。でもこれは嬉しい悩み。12月29日にエスパークにゆずくんでますよ。内村光平さんとのスペシャル対談。イエーイ大好きな2人の対談めちゃくちゃ楽しみですね、えー。今週は全日本もあるし、もうワクワクが年末年明けまで嬉しいですね。この番組は TVer とかでも放送されるのかなうん、えー。まあちょっとど,どうにかして 駆使して見てみたいなとは思うんですけども、もうん？紅白の高橋線は見れるかな？っていう感じはしますが、みかんさんありがとうございます。えー、カブ君おはようございます。羽生選手、紅白の審査員に選出されて、めちゃめちゃ嬉しいうん。 紅白は見ないつもりだったけれど羽生選手が審査員だったら見ないわけにはいけませんねいやーそうなっちゃいますよねまそういった方多いんじゃないかなって紅白は見ないって言うんだけど羽生くんは見るっていうねこの面白さがちょっとありますけどもえ録画予約までするつもりです楽しみがまた増えて一つ増えて嬉しい限りですということなんですよねうんなんかあのー、ね、えー、スペシャルな感じでなんか羽生くん歌ったりとかもあるんでしょうかねうん えー、レモンみかんさんどうもです。 えー、ムイピー様、羽生さん特番の、えー、番組の、えー、まとめをありがとうございます。えー、バラバラな情報だったんでありがたいです。うん。年末年始羽生まつり31日の n h k 紅泊は、羽生さんがいつ映るかわかんないので、トイレ行けないという声が、まあ、確かにですね、えー。また、オリジンの髪型でタキシードでという声、あそれを、なるほど、そういった声もあるんですね。袴姿も見たい。えー、バザラは和服もいいな。お忙しくお疲れでしょうが、羽生さん、歌を 楽ししんで欲しいでいすアドさんも出演するそうなということなんで、バサラな和服ということなんですが、ね、ちょっと気になりますね、バサラな和服。うん、どんな服装で来るのか。クロミみさん、ありがとうございます。えー、28日の日本テレビ、イブリィにも生出演することが発表されましたねということみたいですよ。うん、すごいですね。さらに、さらにすごくなりました。えー、ムイピーさん、レモンみかんさんもお久しぶりです。 そうなんです私自身もごちゃってなってミスしそうだったんで他の方も同じじゃないかなと思いますがまた見てみましたうんまだ増えるかもしれませんよはかむかスーツかと思っていましたがタキシードもうドキドキが止まりませんということはです、ねうん、どんな服装なのかどうかそこもちょっとポイン気になりますね。うん あ部べようこさんこんばんは。カブ君こんにちは。また、羽生結弦選手の情報が入りました。28日、エブリ日本テレビに生出演するそうです。年末スペシャルゲスト、地方の壁の時間じゃなく、全国放送の16時55分の時間帯だそうですということですね。新潟一番三分の時間帯でありませんようにということでございます。なるほど。 この時間帯だとダメということみたいですよね。すいません。ローカルを入れてしまいましたということなんだ。あ、そういうことなんだ。なるほど。うん。時間的にお願いしますっていう感じですね。うん。あ、そして羽生結弦選手、仕事しすぎ。嬉しいけど。うん。そうですね。本当そう思います。うん。まあな、せめてが生中継ってわけじゃないと思うんですが、確かにね。 もうちょっとね、年末年始もかなり仕事するということなんで、ね、ちょっと怒涛になっちゃいますからね、うん、2月にも相性ありますし、練習もかなりある中で、ね、やると思いますので、うん、体調が崩さないようにね、ステイヘルシーでいてほしいなっていう感じはするんですけども、うん。 えー、クロミ水さん、ありがとうございます。紅白歌合戦の観覧希望者にはすでに抽選は終了、そうなんだ、なるほど、えー、終了しており、登落通知が送られているはずですが、毎年かなりの競争を倍にして、あ、そうなんですか、なるほど、えー、ジャニーズファンや K-POP ファンも集結しますから、プチプラチナチケットで、ああ、そうなんですか、確かにね、うん、そういうことなんだ。今年は、えー えー、羽生くん出るかもと応募したファンはいるかもしれませんねということなんで、うん、なるほど、あそっか、逆に先読みしてか、うん、でもそれは当たった人はちょっとラッキーですね。うん、そして、黒宮さんも言ったです、紅白といえば、毎年、宮山ひろしさん、えー、紅白の足湯組演歌歌手がですね、歌唱中にステージ上でけん玉ギネス記録に挑戦しています。あひひそういういことなんですね なるほど。昨年まで126人成功でギネス記録に乗っています。え今年は127人目で挑むそうですよ。けん玉ギネス記録。そうな,んなるほど。え,ええっと、うん、<laughs> ギネス記録。で えっと、羽生選手1でけん玉にハマ、あ、知ってます。僕ね、これ羽生君確か朝一で披露してた気がするな。NHK の、NHK の朝一っていう番組でけん玉披露してた気がします。うん。かなりの腕前だそうですが、今もやってるのかなうん。羽生選手が127年目としてギネスの挑戦なんてことになったら、試合よりも緊張します。ああ、羽生君もしかしてけん玉する可能性ありますね。確かに。うん。どうなんだろう。ねえ、気になります。うん。 えー、クロムイんサーもいったです。えー、羽生選手が28日の日本テレビのニュース、エブリーにも、えー、生出演することが発表されました。うん。精力的にお仕事をされていますね。また、怒涛のインタビュー、記事祭、祭りで、えー、把握しきれません。えー、様々な媒体が羽生選手の内面まで切り込んだインタビューをしているということでございます。 うん、そして、えー、羽生選手という人は自分の弱さを、えー、知っているからこそ強くなれた表現者なんだなと思いました。そして羽生結弦ってある意味、えー、媒体だと思って思うと、えー、語ったインタビューがとてもいい印象に残りました。お羽生結弦ってててある意味媒体だと思う、うん、非常にに客観的に自身を見て分析されています えー、そういう観点、視点が持て、えー、るのは、いろんな様々なことを経験し、多くの人と出会い、いろんなものを見てきたからなんだろうなと思いました。うんえー、プロになってからには、セルフプロデュースも重要になってきます。えー、これからが楽しみで仕方ありません。いや本当、カリスマ性ということに関しても神レベルな感じですね。客観的な分析も本当素晴らしいなって思います。うんえー、なんか物、理数系が得意っていう話もね、あの聞いたことありますけども。うん きさんありがとうございます。引退を表明した自称選手の特集かって書いてあるもの、ずいぶん言い方が悪い感じしますね、これ。ああ、またアンチがほざいていると思いましたえ。プロスケーターになってもアンチは批判が止まない、えー、羽生選手。本人は何も悪いことをしていないのに。 えー、羽生選手も大変だと思いました、えー、確かに次々と舞い込んでくるテレビ出演だのインタビューだのレジェンド同士の対談の特番だの特集だのいっぱいあるからやっかむアンチや,や変な輩らも いいいっぱいいるんだろうな、うん、羽生選手推しとしては嬉しい悲鳴ですということなんですよ、もうこういったまた感動しない輩と言いますかね、ひあのえー、嫉妬に飽きくれてるアンチとかやっぱりいるみたいなんで、まあ無視に限るんですけど、まあ、変なね、なんかその悪質なものっていうのは、まあ、羽生選手も見ちゃったりして、まあ、結構困ったりするんで、まあまあ、やめていただきたいなっていうのは感じますよね。うん えー、マルディンさん、ありがとうございます。羽生結弦さん、紅白歌合戦の審査員、2回目かなうん。私もラルカンシェル、ハイドのファンだから、速報。ザ・ラストロックスターも紅白歌合戦初出場ですということみたいですね。これはヨ、ヨ式ハイド・スギゾ、ミヤビのメンバーからなるロックバンドですよということみたいで、ラルカンシェルも登場するということみたいですよ。うん。 えーテラさん、ありがとうございます。ハニュー選手がエブリーに生出演のお知らせに、やったーと喜んでいましたが、岩手ではニュースエブリーの時間に、16時55分からローカルの一番1時間、えー、番組が毎日放送されるんで、たまにニュースエブリーでハニュー選手の特番があっても、地方の壁で見れないことがあるんですよね。あー、なるほど。先ほどね、えー、アトビヨーさんもなんかおっしゃってましたが、そういうことなんでしょうかね。 うん、28日はローカル番組が年末特番で延長されていて、えー、ニュースエブリ r は17時53分から18時14分までしか放送枠ないんで、羽生選手の生出演は見れないかもです。見たいよっていうことですね。これどうにかして、なんかワンセグを使ったりとか,なかあのほう、なんかいろんなその方法でちょっとこう、なんか駆使してみたいところですよね。うん えー、京子、高沢さん。あ、これは、えっと、羽生選手についてかなと思うんですが、え、紙篇の55分22秒、重荷をエホーバーに委ねよう。そうすれば支えてくださる。神は正しい人が倒れることを決して許さないとあります。ということでございますけども。うん。 えー、ゆずる様が努力をされて、これ以上はどうにもなんないと思われたことは、全能の神に委ねるならば、神がこんな方法があったのかという仕方で解決してくださいます、うん。祈りながら行うならば、そのように物事は運ばれていきます。ということでございますね。なんかスピリチュアル的な感じがありますけども。うん